気にすんのよくないよな、時間が長いからって動画切るっていうか。まあでもそのヒカルさんのやり方ってまあ見やすさに追求してるわけだから長いのが見れるかって言うと長いの見ないから別に。いやーでも冒頭からヒカルさんの悪口になる必要になった。俺は全然冒頭な気持ちはないんで、もう30分雑談を続けてるからさ。俺も加藤純一さんにね、純一さんにね、もうすごい毒されてるんで。てか俺もやっぱ考え方とかすごい純一さんに毒されてる気がするな。うん、ヒカルさんがすごいなんかキモくなってたな。やっぱ久しぶりに見たら髪がワシャワシャでさ、ちょっと前はすごいキリッてしてたじゃん。でなんか、いや違う、キリッとしてるんでいつも。ヒカルさんすごいキモくなってたな。なんか俺ヒカルさんも好きじゃないんで、別にあのバリューとかじゃなくて普通に好きじゃないってだけなんで。喋ることなくなっちゃった。ヒカルさんキモいって言ってから30秒間くらいの沈黙。怖っ。うん。まあでもね、金稼いでるだろうしね。そんな関係ないな、別に。でもやっぱね、すごくキモくなってた。まあでも俺も全然キモいですけど、あれとは違う方向のキモさ。みんな違ってみんなキモい。いやでもタピオカの話とかね、まああんま俺タピオカとかあんま使いたくないですけど、今キモいじゃないですか。流行り言葉ってやっぱキモいんで、何でもキモいって言っちゃう人になっちゃってるけど、まあ、タピオカミルクティーとかはどうでもいいんですよ。そんなことよりさ、あのタピオカの店でおじさんがいるからっていないでほしいって言ってる人は何？鬼？鬼畜？やばくない？人もどきでしょ？宇宙人？ふざけんなってならない？おじさんがなんかいるだけでさ、すごいよね、言われちゃうってね。かわいそうだよな、おじさんがいるだけで怒られるってさ、むちゃくちゃだよな。キモ、キモって俺ちょっと切れそうになった。確かにおじさんはキモいかもしれないけど、なんかうわーってひどいなって、どこに人の心を置いてきたんだよっていう。そのさ、やっぱインスタグラムやってるやつって、もうインスタグラムに、そのインスタグラムをやると交換、そのインスタグラムの楽しさというか承認欲求と交換に人の心がこう変わるんだね。承認欲求を上げるからにあなたの人の心をくださいって言って、多分人の良心を集めてめちゃくちゃすごいね、あの最強の聖人みたいな今作るプロジェクトだと思うんですよ。気づいちゃったって、ブシッってあのあそこら辺のスマホが形状が変わってこう刺されて死にます俺は。はい、あでもそうだよ、多分最強のめちゃくちゃいい人を作る、めちゃくちゃ超絶あの宇宙で一番心の清らかな人間を作るために、そのね、あの女性から良心を奪ってる作業です、インスタグラムは。はい、あでもこういうこと言っちゃダメなんだよね、今 YouTube で。やばっ、えジョークじゃん、なんでジョー、いや それでやるつもりはないけど、えこんなジョークも言えないの、怖っ、何それ、ジョークですよ、うん、そうそう、この元も子もないっていうかね、ねバン、やっぱこう、やっぱ YouTube やばいな、俺がちょっと、ね、そういうことなのかって、
それで売りにするわけじゃないけどね、別に雑談の一つの話題ですから。すごいなんかコント番に恐れてる人っていうなんかね、強気ですごい番してるのに、強気の皮が破れかけてすごい番を怖がってる人っていう、俺はそのコントをずっと続けなきゃいけないのかな。コント番を恐れている人っていうね。いやーでもね、怖いね。地球ふんふん説とか言っちゃダメなんでしょ。あれも言っちゃ おしまいでしょ。やばいね。ああいうのも規制されちゃうんだね。でもなんかいきなり都市伝説だっけ、あれいきなりあれなんだ、いきなり都市伝説だっけ、あれ見たけどなんかただただ恐怖煽ってるだけでなんか嫌な番組だなって思った。あれ嫌だよね、すごい恐怖煽られるだけ煽られてうざいなって思った。席うざって思った。あいつもダメだよ、うざいから。そんなひどいことしちゃダメだよ番組。やっぱ怖いもん嫌だからね。いやーまあね、浄土瑠璃さんも今取り上げられてるんで、俺も今年で17歳になるから取り上げられちゃうんじゃないの、期待の超新星って言ってとね、嬉しがって早30年ってなるんですよ、ナレーションが入って。悲しいな、そっち側の人間になっちゃう。まあなるだろうけど、まあいいか、別に喋れるし、ただ喋りたいだけなんで。喋ってお金欲しい、いや喋りたいだけじゃない、お金欲しい、お金欲しいねーね、って言っても別に俺お金は使いこなせないけどね、ちょっと使ってもういいか、もういいやって、あのもう貯金する一方に回るだろうけど、好きなもんちょっと買っておしまいみたいな、だそういうのやればいいんですよ。やっぱ好きなもんリストやって、俺が今のところ好きなものの金額全部合わせました、これまで稼げば好きなものが全部買えるよとやればいいのに。まあでもやっぱ痩せたいよね。痩せたらいいことってあれじゃん、あの仮面ライダーのバックルが通る、あれ痩せたら仮面ライダーのバックル通るよ。大人用のやつ欲しいよね、仮面ライダー兜あれ欲しいけど、なんか最近もう転売屋がさ、なんかもう転売が法律で禁止されちゃったんでしょ、なんかチケットは。でも今度はプレミアムバンダイのやつが規制まだされてないんでしょ。恐ろしくない？俺はビートル買えたからいいけど、ハンターハンターのねでかいビートル買ったけど、 iPhone8 持ってないんで、もうずっとねあのそこら辺で眠ったままですけど、そのためにも俺 iPhone8 を買わなきゃいけないんですよ。あのビートルのために俺は iPhone8 を買わなきゃいけないんですよ。その宿命っていうか、そういうものも俺背負ってるんで、iPhone8 買うためにビートル買わなきゃならんのですよ。なんかないかな、あとなんか喋ることは別にないんだよな。犬のお尻がめちゃくちゃおなら臭いのと、うん、あと何かな、あー今日はね、最近ねお母さんにローストビーフ家で作ってもらってるんですけどね、めちゃくちゃ今日はね生で下手でまだ作れない、結構赤みがすごくて、あーこれはダメな赤みだっていう赤みだったんで、それでお腹壊さないか心配っていうのと、あと出来物が痛すぎるのと、なんだろうな喋ること、あと何しこの踏み踏み機やってて筋肉痛がすごいっていうのと、やるかちょっと、今日もほんのちょっとだけやったけど、なんかやっぱ習慣が大事なんだってさ、やっぱ継続ですよ、続けにゃ意味は出んのですよ。うい1100歩ちょっともう5日前くらいのデータずっと同じにしてるわ、疲れる、疲れちゃうよ疲れちゃうよ、怖っ、何それ、そういう一連の流れやめようよ、これが一番怖いんだよね。ちょおかしい人じゃないじゃん別に、おかしいことしてるけど
すぐ正気に戻るっていうさ、これを売りにしてるつもりなんですけど、だから人格が2つありますよね。しっかりとしっかりと3つくらい俺はあると思う。だ急に変顔して変な声出し始めるから、やっぱり人格いっぱいあるんでしょうね。いやー、立って喋んのつらでもさ、あぐらかいて座ると腰が死ぬわけよ。どっち取るか辛いけど腰は痛くない。いや寝ます、だったらもう寝ます、寝ます。あー、おしっこ行きたい。おしっこがめちゃくちゃ近いんだよ俺。もう水ガバガバ飲むからさ、あれダメらしいんだけどね。やっぱ水っていっぱい飲んじゃいけないらしい。そりゃそうだよ、何でもいっぱいはダメだよ、いっぱいすぎたら。いや、なんかアニメ見れなくなってきた。いいえ、わたさいわん。ダンド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 ン。うんち、ブリブリ、ブリブリ、うんち、ブリブリ。ちょっとしょんべん行ってくるわ。しょんべん行ってきます。スーパーコジキ、最近アベマ TV 見てねえよ。 CM がうざいからさ、 CM うざいんだよね。おー、ぴゃんぴゃん。でもやっぱなんか Spotify ってなんだかんだ言っていいらしいね。あー、でも金がいっぱいあったらさ、そういう系全部金払いたいよね。なんかサブスクリプション型をさ、Spotify 買ってね、Apple Music 買って、俺このサブスクリプション、まあ、定額サービスで知ってるのこの2つしかないんですけど、音楽はね。あとは Unext 入って、Hulu 入って、Netflix 入って、DTV 入って、D アニメストア入って、あとなんだ、まあ、もうないだろう。あと、ディズニーデラックス。なんか、あと、ワンピースがいっぱい見れる、東映のやつ。あ、バンダイ。バンダイなんたらかんたら。で、特撮、仮面ライダーなんたらかんたら。いっぱい入るものありますね。あ、すごいことになっちゃう。もう工事先生始まったらどうなっちゃうの、どうなっちゃうの。どうもならない。普通に、払う額が多くなって、苦しくなるだけ。ひど。何言ってんだろうな、俺は。苦しくなるって。ただお金払ってるだけの人じゃん。まあね、楽しいんだろうけど。いやーもうね、ちょっと笑顔出ちゃった。いや、Unext とか Hulu とかさ、そういう定額サービスのね、映像のやつ全部入ったらどうなっちゃうんだろうなーって想像しただけでもすごいニカって笑っちゃった。ちょっと怖い人で、なんか感受性が最近すごいことになってるんですよ。俺はバンジョーとカズーイ参戦で外国人がすごい喜んでるのを見てちょっと泣いちゃった。泣いちゃったんですよ。面白くないですか？バンジョーとカズーイ参戦でみんな、うわーって盛り上がっているのを見て、なーって、嬉しいんだろうなーって思って、本当に泣いた。ガチで泣いたんです。ちょっとね、ポロッと泣いた。ね、号泣は別にしません。俺が号泣したの、一番ね、泣いたのはあれです。ワンピース頂上決戦編です。あれで全部泣いてね。
まあね、これネタバレにもなるんだけど、まあ15分超えるけど喋るけど、やっぱそのまあワンピース頂上編の回想までしっかり見たらすごい涙が止まんなくなっちゃって、やっぱあれって回想まで含めて、回想っていうかさ、エースたちの生い立ちとかを含めて見たらより泣けるんですよ。でもアニメだと回想版でよくわかんないジジイがこれは覇王色だぜみたいなこと言い始めてる、あのキモいシーンね。あいつ全く多分関係ないけど、アニメオリジナルでね、カスみたいなやつだけど、そいつもさ、なんかあるわけじゃん。その場しのぎで覇気を披露してさ、ね、あれもめっちゃ腹立つよね。めちゃくちゃワンピースバカにしてるようにしか見えないの、よくわかんないジジイがさ。あれも俺は嫌だけど、原作にはないから、原作中なんでね俺は。まあそれでね、まあなんだ、めっちゃない回想編とかのも見たら泣いちゃったわなーってなってさ、それで俺もうめっちゃ俺嫌いなんですよ。あのまあもうほぼ下火になってるっていうか、もう流行ってないけど、エース敗北者のノリね、あれ言うやつら俺本当に心の底からそこから軽蔑してるんで、俺はあれは許しません。あれの流れを作ったのはいいけど、まあまあいいよ別にって思いますけど。でもなんか進撃の巨人も絶対に面白いのにさ、アニメのさ、なんかガキの悪い印象で、俺はすごい悪い印象が残っちゃったんですよ。俺が変に進撃の巨人のマットとか見なきゃよかったんだよな。俺はもうそれでちょっと見たくなくなった。ほんと後悔してる。絶対面白いのに進撃の巨人。バウって吠えた、吠えた、あ多分幻聴だ。はい。